三菱重工イースト硬式野球部2022新入部員紹介。皆さんこんにちは、外野手の背番号32番菅力也です。今日は三菱重工イーストに今年度入部した新人選手5名に話を聞いていきたいと思います。お願いします。カメラに向かって自己紹介をどうぞ。國學院大学から参りましたピッチャーの背番号11番池内龍馬です。よろしくお願いします。先輩からも後輩からも龍馬っていう名前で呼んでいただけることが多いので、皆さんも龍馬って呼んでください。はい、龍馬普通っすね。普通っすね、普通っすね。お寿司です。お寿司、この前もお風の日一人でスシローとかも行ったりしたんで、はい、こだわりの食べ方とかありますか？箸じゃなくて手で握って食べます。スシローで、はい、いい、いい、嘘なんですけど、嘘なんですけど、いい、いい。投げてる最中に叫ぶことが多いんで、どのタイミングで叫んでるのかとかちょっと注目していただけたら面白いのかなっていうふうに思います。結構叫ぶよね。結構叫びますね、うん、三振とかじゃなくて初球でも叫ぶんで、あ、いいですね、よければ見てください。いい気合い系で。ちょっと実際にいきます。おれ、そんな笑ってない。そんな笑ってない。もう一回、もう一回。おれ、いいですね。おら、いや、いいですね。おら、まあ、このチームでまずエースになって主軸で投げれるように、まずはそこを目標に頑張りたいと思います。はい、期待してます。ありがとうございます。東北福祉大学から参りましたピッチャー背番号14番原宗也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宗也と呼ばれています。宗也、はい、普通やな。はい、めちゃくちゃ普通なんですけど、なんかちょっと考えて、もう、あ、ほんすか。周りのお友達がやってて、はい、なんか、はい、親にちょっと野球やらせてくださいって。おー、始めるのも遅かった。そう、小学校2年生終わりぐらいですかね。おー、はい、2年生って結構早くない？早いですか？早いと、早いですか？まっすぐの強さとその低めの伸び、まあ、変化球のコントロールっていうのを精度を今以上に高めてバッターを料理していきたいなと思います、はいはい、自分の隣にいる菅さんがやっぱり目標で、やっぱりちゃうちゃうよ、大学の先輩やったら大学、あ、変えます、ちょっといいですか、はい、変えます、変えます、これ変えます、ちゃうちゃうちゃうよ。佐伯総監督さんがやっぱり、自分も東北福祉大学出身なんですけど唯一の先輩なので、もう目標にしてますね、そのメンタルの強さとか、はい、佐伯監督に向かってどうぞ。はい、頑張るぞ、頑張れ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。青山学院大学から参りました、背番号18番ベテランルーキーの森圭奈と申します。ポジションはピッチャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、圭奈って呼ばれてます。すいません、申し訳なくて、はい、みんなみんなそうなんだ。まあ、レタスですかね。レタス、はい、レタス、レタス、はい、レタス、ベジタリアン。そうです。もうレタスのこだわりの食べ方とかってあります？野生味あふれる生でそのまま水で洗うだけです。これごと、はい、そうです。ちぎってじゃない、ちぎってじゃないです、もうそれごとかぶります。食べる頻度っていうのはどれぐらいの頻度で食べるんですかね？そうです、まあ、あんま食べないんですけど、まあ週7回とかです。週7ですね、はい、あ、毎日なんですね。そうです、あんま食べないんですけど、目覚めて右手見たらボール持ってて、まあ、左手見たらグローブ持ってて、で口見たらバット持ってたみたいな、口バット加えてたみたいな、まあ、それが小1の頃なんですけど、勝手に始めてたみたいな。すごいっすね、はい、すごいっすね、まあ、人としてもっと成長して、まあ、尊敬している人に近づければいいなと思っています。尊敬している人っていうのは、まあ、菅力也っていう人がいるんですけど、
まあ、自分その人のことをめちゃくちゃ尊敬してるんで、一歩でも二歩でも近づけたらいいなと思っております。はい、具体的にはそうですね、まあ身長は小さいんですけど、まあ、器は大きい、うん、優しいところ、うん、とても尊敬してます。もう2個ぐらい、もう2個ぐらいですね、まあ、あとはうん、今年の秋に控えている日本選手権に出場して日本一に向けて頑張っていき、まあ、来年の都市対抗にも出場して日本一っていうのを目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。読売ジャイアンツから来ました、外野手の背番号25番山下幸太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube ですかね。 YouTube、 はい、 YouTube でどういったチャンネルを。アメプラ野球、アメンボプラス。あ、そうです。好きですね、野球が。いいですねWBC、 WBC でイチロー選手がセンター前打ったやつとか見て、はい、ああ楽しそうやなと思って始めました。思い出に残ってるエピソードとかってありますか？高校野球で、県大高崎出身なんですけど、はいはい、前橋育英に3年連続決勝で負けたっていうのが、やっぱすごい悔しかったんで、まあ、それが今にもつながってるかなと思います。はい、甲子園は1回、選抜。選抜で2年の。満塁？満塁ホームラン。ホームランを打って、下のは隠してそれを出せるのがすごいですね。なんかかっこいいですよね。僕ならもう打ったでみたいな感じでやってるんですよね。バッティングですね。バッティング、はい、もうヒットを打つそういう姿を注目してほしいです。この三菱重工イーストを強くしていきたいです。もう一人武田健吾選手がいます。VTR を撮ってあるのでどうぞ。皆さんこんにちは、今年から三菱重工イーストに加入しました背番号5番外野手の武田健吾です。好きな食べ物は海鮮です。趣味は釣りです。ニックネームはないので皆さん好きなように呼んでください。自分の持ち味は最後まで諦めず全力プレーするところなので、皆さんそこに注目して見ておいてください。応援よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。新人選手5名の力も加わり、新しい風も吹いてきたので、何としても日本一取ります。ありがとうございました。